はい、皆さんこんにちは、三浦です。今回はですね、通信対戦ですね。階級がね、魔人だったんですけど、昨日の夜かな、あの通信対戦結構やり込んでいたらね、最高ランクの妖怪神になりました。勝ち点が2975、これねマックスが3000なんですね。だからあと25勝ち点稼げればマックス勝ち点3000っていうことになります。で、 KP がね結構溜まってるんだな。 15660KP で、何と交換しようかなって考えたんですけど、最初はねスペシャルコインと、あと5つ星コインをね1枚ずつ交換しようかなと思ったんですよ。そうするとね、だいたい 15000KP 必要になるんでいいかなと思ったんですけど、ただね、これ金の手形があるんですね。しかもこれ800ポイントなんで、あともう少し1万6000まで貯めれば20個ゲットできるんですね。で、これね、妖怪ウォッチバスターズ全くレアなアイテムとか妖怪が来てないんで、まあこれは金の手形がいいだろうなということで、金の手形もねゲットしていきたいなと思います。さて今回はね、まあ何をやるのかというと、僕のね、この通信バトルで使ってるメンバーを紹介して、でちょっとね、インターネットの対戦をやってみようかなと思います。情勢を見てみましょうか。両軍互角、なんかいつも互角なような気がするけどね、気のせいかな。あ、ジバニャンって本家なんだね。本家軍番付表、1位元帥、これなりたいけど、まあ無理でしょうね。元帥は勝ち点9980とか、ちょっと鬼畜だなこれは。レン、この人はなんか常連ですね。ただ使ってる妖怪がちょっと怪しくないか。残念ながらね、通信対戦結構やっていまして、まだね改造妖怪使ってる人いますね。僕 D ランクの妖怪にめちゃくちゃにやられたことありますもんで、めちゃくちゃ攻撃力半端ないの、ありえないでしょっていうぐらいのね。で、僕はねどれぐらいなのかと、198位ですね。一般今週の勝ち点が1564、これでもね結構すごいと思うよ。結構時間使ったしな。さあ、じゃあ今回は、まずですね、僕のランクが最高ランクに上がったんで、なんか素敵なプレゼントがね郵便局に届いているはずなんですよね。あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと切ろう、切断。じゃあこれからですね、郵便局に行ってなんか素敵なプレゼントもらいに行きたいなと。ね、郵便局。ちなみにね、階級が、魔人になった時はね、金の手形が3個もらえたんですよ。だから結構いいやつもらえるはず。あ、金の手形だったかな、もしかしたらあれかもしれない、超経験値玉、あ、違う、神経験値玉かもしれなかったけど覚えてない。よし、あとは、あとは、あ、おお、いいねいいねいいね、5つ星コイン。あ、それだけか、スペシャルコインの方が嬉しかったんだけどな。5つ星コインねそっか。じゃあちょっとね、僕のメンバーを紹介していきたいなと思います。いや、ちなみにね、僕のメンバー大して強くはないんです。強くはないんですけど、まあなんとなくね、紹介しようかなと。まずムリダージョーですね。これはあのガードしかしなくなる、あのこれコンかな、コンを装備させてあります。で、隣が花坂 G で隠密コンつけてますね。で、その隣が、ワルニャン、これも隠密コンをつけています。で、次がね、万王獅子、これはエンダーエンダーの子2つつけているんで、隣にいるワルニャンとね、ブシニャンのその容器のたまるスピードがめちゃくちゃ速くなるっていうね、感じでなってます。で、これブシニャンはね、これドケチングのコンっていう必殺技の威力が大幅にアップする、コンをつけています。だいたいね、このコンをつけたブシニャンが技を発動すると、ほとんどの妖怪はね一発で KO できますね。山吹鬼とか、あとヤマタンみたいなね、 HP が高いような妖怪は一発では倒せないんですけど、正宗とかね、
あと草薙もどうかな。草薙とかブシニャンとか HP がそんな高くない妖怪だったら一発 KO 狙えますね。で隣がね暇つぶし、これはフレンドさんにいただいたやつなんですけど、これ洗い魔性のコーンつけていて、まあ、これもね隣の妖怪の容器の溜まるスピードがアップするっていう感じのコーンですね。まあ、こんな感じですじゃあちょっとね通信対戦、階級はね確かに上がったんですけど、ただねまだ強い人いっぱいいるんで負けますね普通に。さあじゃあ戦っていきますかね。おあーこれやりたくないな。妖怪神か、多分ね相手めちゃくちゃ強いと思うんだよね。じゃあまず戦う。あ向こう花咲かじ、これねちょっと厄介なメンバーなんですよ。まずね花咲かじね倒した妖怪を復活させてしまうんで結構厄介なのと、あとブシニャンね、相手のブシニャンがちょっとこれ厄介、必殺技を使われてしまうとあの一気に妖怪がやられてしまうんで早めに倒しておきたい。まあ僕の作戦はワルニャンが取り付き攻撃をして、で相手の妖力を奪って、でこっちがね技をガンガン出していくっていう作戦なんですよ。あーちょっとね相手のブシニャンちょっと厳しいね。よしじゃあまた使うか。花咲かじとブシニャンの容器をちょっと奪っておきたい。ああこういうメンバーで来るんだよな、これ厳しいっすね。そうあのもやしみたいなやつね、あの必殺技効かないんですよね。これはやばいあー武士にはもう取りつかれた。さすがだ、さすがだね、相手強すぎる。あー技ガンガン出してくんな。厳しい、ちょっとブシニャンの容器取られ、ちょっと技の出すスピード速すぎないか、さすがに。あー厳しい、反撃できねえ。多分ね敵のブシニャンも容器がガンガン溜まってると思うんで技出されると思うな。よしじゃあ、技使っ、あーもうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、これ勝てねえわ。多分ね相手の花咲かじいも容器ガンガン溜まってるんで、多分妖怪ね倒しても復活させちゃうと思うんだよね。あーこれもうダメだ、これもうダメあのなんかもやしみたいな妖怪すごい頭くるな。あーまあちょっとね抵抗しましょうかね、一匹ぐらいはちょっと倒そうか。向こうもあれですね、あのこの取り付き攻撃をして相手の容器を奪って、で技をガンガン出していくっていう作戦なんだろうね。これちょっと手も足も出ないな、さすがにちょっとね妖怪神と戦うのはねちょっと厳しいかな。うん、これはちょっとどうにもならないな。うわ
で、これね、ブシニャンの容器が溜まりきったら技出すつもりなんでしょうね。あー、ほら来た。これちょっと耐えられないな、きっとブシニャンの。うわー、ガッツだし。そうなんですよ、ブシニャンってね、攻撃力半端なく高いんだよね。これはもう完璧に負けたな。これいちいちメンバー変える必要ないと思うんだけどな。もうダメですね、さすが妖怪神。あ、一応参加賞として 10KP もらえるんだ。ちょっと今のね、ちょっと負けすぎてちょっと疲れちゃったけど、もう一回ぐらいやろうかな。あー、ちょっとやりたくないよ、もう相手が悪すぎるよ。もうさあ、じゃあちょっとね、頑張るか。あー、これもう俺も嫌いなやつ。そう、なんかね、三つ股のづちがやたら強いんだよね。あー、これちょっと厳しいよ。あ、で、敵に保留がいるんで、多分エンダーのコーン2つつけているんですよね。だからね、敵のブシニャンがすごいスピードで技を出してくるんじゃないかなと。よし、取り付きでちょっと容器奪おう。オッケー、容器奪った。ちょっとメンバー変えた方がいいか。ちょっとこの三つ股の槌攻撃力半端ないな。よし、いや、どうかな。なんとかあ、ダメか。よし、技使って。よし、敵のブシニャンよりね、技出すの早かった。オッケー、一気に倒した。肝心なのはあの、オッケー、これ勝てるな、よかった。あとはもうどうにでもなるだろう。ちょっと勝てると思わなかったな。うん、あのこっちのブシニャンの必殺技が決まったのがでかかったね。 OK 2990、うん、70KP 獲得。さて、どうしようかな。もう一回だけ戦う。ちょっと俺疲れちゃったんだけどな。ちょっとフレンドさんとメダル交換とかしてみるかな。あ、何人かいらっしゃるんで、ちょっと誘われるの待とうかな。あ、あ、じゃあやってみましょう。今ちょうどフレンドさんからね、バトルを申し込まれたんで、フリールールレベル60統一、マイセット。あー、これちょっと準備してないんですよね、実は。公式ルールの方が良かったな。ランク優先。あ、これしかないのか。ちょっと違うメンバーで行きたいんだけどな。山吹鬼3体、うんちくま、ブシニャン2匹みたいな。まあいいや。さてと、じゃあまずは山吹鬼を前に出して、おお、すごい人たちで来ましたね。
生ハゲ先に行くか。うん、生ハゲは攻撃力が高いんだけど、あの耐久力がねちょっとないんで、先に倒した方がいい感じがする。オッケー、倒した。どうしようかな。あ、大桑の神に、ね、狙うか。でメンバーを変えて武士にゃん。よし、倒した。ヤマタンはさすがに強いね。あー、やられた、やられた。お、取り付き、オッケー。容器をちょっと奪っときます。オッケー。よし、じゃあ技を使っていくか。あれ、まだヤバムキョに倒れてないのか。よし、うん、あ、そうか、ヤマタンがいたんだ。じゃあうんちくまね。あ、やられた、やられちまった。うん、さすがにねヤマタンがいるからちょっと苦戦するな、これは。オッケうん、ヤマタン2匹で来てね、ちょっと最初びっくりしたんですけど、うん、ありがとうございました。で、時間が時間なんで、ここでちょっと一旦ね終了しようかなと思います。切断ね。あ、じゃあ交換ね、赤神さんから交換を申し込まれました。じゃあ交換やっていきますかね。僕は何の妖怪出せばいいのかな、これいつも迷うんだよね。どうしようかな。相手の方がレジェンド妖怪を解放できているのかとかね、全然わかんないし、何の妖怪渡せばいいのかな。ちょっとオロチとかはね、ちょっと渡したくないっていうか、これはフレンドさんからいただいたやつなんでね、ちょっとなかなか、どうしようかな。 S ランク妖怪でいくか。じゃあね、わかりました。このホムラテング、どうかな、このホムラテング。命取りどうかな。いいのかな、いいのかな。あ、いいの、いいんだ。あ、嬉しい、初めてゲット。ありがとうございます。これね、レジェンド妖怪解放のために、あの一時的に貸していただいただけで、僕持ってなかったんですね。さあ、じゃあどうしようかな。次は、あ、トドロキシシがね、これ何個か持ってるんで、これいらないんですよ。生ハゲか。生ハゲはね、実は持っているんだな、持ってるんだよな確か。生ハゲいたよな。あれ、生ハゲいないな。
じゃあいいや、あのさっきのね轟獅子でいいや。これでいこう。うん、じゃあ交換ね。あ、交換が中断されました。イザナミ交換。お、イザナミが来た。これね、僕の最初の方に持ってたんだけど、フレンド交換でいなくなってしまったんですよね。 かわいいな。さてと、次は何出そうかな。S ランクの妖怪、 S ランクレア妖怪がいいよね。そしたらね、スイコとか行くか。これ行っとくか。お、ジョロウグモいいね。おお、ジョロウグモ来た。これ確か S ランクだよね。そうなんだよね、確かそう。はい、じゃあですね、ここでちょっと終了させていただきます。ちょっと交換を申し込まれているんですけど、ちょっとここはねちょっと一旦、終了していきたいなと思います。うん、で今回ね、今回ですね、通信対戦で階級が上がった、なんかおまけかなんかでね、なんだこれ、5つ星コインをゲットしたんだよな。あれないんだけど。あれ、あ、これだ。あ、びっくりした。なくしたかと思った。5つ星コインがあるんで、まあ、いつかですね、回していきたいな。あやかしコインがね、2枚あるんだけど、スペシャルコインがね、もう1枚あると、まあ、動画的に結構盛り上がるんですけどね。5つ星コイン1枚だとな。これレアな妖怪とかね、なかなか出ないからね、ぶっちゃけ。はい、今回はここで終わりたいなと思います。通信対戦ね、僕階級が妖怪神なんですけども、さっき見たようにね、僕あんま大して強くないんで。まあね、あんま参考にはしないでください。はい、ご視聴ありがとうございました。